タニタ健康づくりセミナーへようこそ。私、タニタ営業推進部の深澤と申します。今回はタニタコア技術研究所の顧問をしていただいている東京慈恵会医科大学客員教授の和田先生にお話をお伺いします。先生は日本医療健康情報研究所所長、日本人間ドック学会理事をされており、検診や人間ドックがご専門の一つであります。今回は検診についてお話ししていただきます。先生よろしくお願いします。はい。先生、検診といいましても、健康の検を使う検診と検査の検を使う検診の2種類が見られます。これの違いを教えていただき、検診について一通りご説明いただけますでしょうか。はい。検診といいましても、この健康の健、そして検査の健を書く場合があります。健康の健を書く場合は、今の健康状態を調べるということで、例えば血圧とか脂質とか血糖値などで健康状態を調べます。一方、この検査の健は、ある特定の病気があるかどうかを拾い上げるためのものです。胃がん検診というのは、胃がんがあるかないかをピックアップするという意味で用います。検診の対象にはどういうものがあるでしょうか。この病気を放置しても将来重大な問題につながらない場合とつながる場合、そして自覚症状が出にくい場合と出やすい場合、このマトリックスで説明してまいります。例えば、放置しても重大な問題につながらなく、また自覚症状が出にくいものとしては、ほくろ、また症状が出やすい水虫というのもあります。一方、放置により、今は症状が出ていないけれど将来重大な問題につながるものが検診の対象となります。一方、関節が腫れる、痛い、こういった関節リウマチでは自分で病気が発見できるので、検診の対象にはならないということになります。検診で行う検査の特徴をご説明いたします。まず、短時間でできるということです。一つの検査で2時間も3時間もかかるというものは対象にはなりません。また、痛みが少ない、そして値段が安い、安価であるということが求められます。一つの検査に5万も10万もかかるような検査は対象にはなりません。検診の種類には、法定検診と法定外検診に分かれます。法定検診には、通称降格法と呼ばれる特定健康審査、そして労働安全衛生法による事業主検診、職域検診とも呼ばれ、働いている人を対象にいたします。そして健康増進法によるがん検診というものがあります。これらはいずれも法律で定められて、その内容も決められております。一方、法定外検診の代表としては、人間ドックであったり、生活習慣病予防検診と呼ばれるものがあります。では、まず特定健康審査、通称特定健診、そして事業主健康診断、こういったものについてご説明してまいりたいと思います。特定健康審査は、降格法、高齢者の医療の確保に関する法律の下で自治体が実施いたします。対象は40から74歳、そして内臓脂肪型肥満に着目した、通称メタボ検診と呼ばれるものであります。これは、お腹周りが大きいか、つまり内臓脂肪が蓄積しているか、そしてそれによって生じやすい高血圧、糖尿病、脂質異常症をチェックする健康審査になっております。特定健康審査の検査項目は、お腹周り、腹囲をまず測定いたします。それぞれの意味合いは、この血圧を測定することによって高血圧であるかどうか、脂質、コレステロールや中性脂肪を測定し、脂質異常症であるかどうか、血糖、もしくは過去1ヶ月から2ヶ月の血糖の状態を反映するヘモグロビン A1C を測定し、糖尿病であるかどうか、 AST、ALT、ガンマ GTP を測定し、肝臓障害があるかどうか、そして尿タンパク、尿にタンパクが漏れ出ていないかどうかを調べることで、腎臓障害があるかどうか、このようなものをチェックしていきます。次に、事業主検診、別名
職域健康診断についてご説明いたします。労働者に受診を義務付けるのは、労働者が作業することにより引き起こされる事故や疾病を防ぎ、早期発見により被害の拡大を防止するために実施されるものであります。事業主健診には、先ほどご説明いたしました特定健診項目に胸部 X 線、視力、聴力などが追加されます。事業主健診は特定健診のすべての項目を含まれ、事業主健診を受けると特定健診を受けたことになります。特定健診と事業主健診、その後にはこの特定保健指導という新たな制度が設けられました。これまで2008年度までは検査の異常があるとパンフレットなどの配布だけで済んでいましたけれども、これではなかなか改善が見込めないということで、腹囲が大きく加えて血圧、脂質、血糖に異常のある人を対象に保健指導を行うという制度が2008年度より発足いたしました。ここでは体重減量を保健師などとともに行うということであります。検診を受けただけでは体のどこに異常があるかは分かりますけれども、検診を受けただけでは改善いたしません。そこでこの特定保健指導によってこれらの異常の値を改善するということを、保健師あるいは医師と一緒になって体の状態を良くしようというものであります。次にがん検診についてお話しいたします。がん検診は健康増進法という法律の下で実施されるものであります。がん検診にはこの5つのがん検診がございます。検査の方法はここに書かれたような方法で実施いたします。それぞれのがん検診については、対象年齢、そして頻度、法律の下で定められております。自己負担は市町村の判断によって行われますので、住んでいる市町村によって自分の自己負担額は変わってまいります。以上が検診のご説明となります。先生ありがとうございました。いくつか質問があるのですが、よろしいでしょうか。検診で検査する項目は多い方がいいのでしょうか。限りなくたくさんすればいいというわけではありません。この法定検診というのがありますが、これでは最低限、必要なことについて設定されております。これは国の税金、自治体の税金、あるいは事業主のお金を使用して実施するものですので、どうしてもやはり価格を考慮しながら、これは必要だというものが定められております。一方、この法定外検診の人間ドックでも無制限にやるというわけではなく、学会の方で基本検査項目として56項目が定められております。それ以外にはオプションとして様々なものがございますけれども、どれを選ぶかというのは検診機関側とご相談されて決めていただくのが良いかと思います。若いからまだ大丈夫だろうと考えてしまうのですが、若いけどこれだけは検査しておくべき項目というのはありますか。特定健康診査は40歳以上、つまりそれまでは特に受けなくてもいいとされているわけであります。事業主健診は労働者の健康を守るということで、全ての年齢に定められておりますけれども、項目も定められていると。がん検診につきましては、先ほどのスライドのように年齢制限、つまり何歳以上というのが定められております。法律でこのように年齢指定がございますので、この年齢以上であれば少なくともこれらの検査は受けていただきたいということがございます。一方、人間ドックは特に年齢制限はございません。しかしながら若い人にたくさんのチェックをするということはあまりお勧めはできません。というのも、やはり若い方はどうしても病気の数、持っている数は少ない、年齢とともに病気は増えるものですから、40歳以上の方に人間ドックの受診をお勧めいたします。がん検診では、子宮頸部がん検診は20歳以上と、かなり若い年齢から実施対象になっております。これはやはり根拠、子宮がんは20歳代でも増えるということから、実施されるものであります。肺がんや胃がんの検診というのも若い人でも受けられるのでしょうか。このがん検診は法律で定められておりますので、対象年齢が設定されております。
この年齢よりも若い方がこれらのがんを調べたいという場合は人間ドックを受診していただくということになります。内視鏡検査は辛いと聞いたことがあるんですが本当ですか？本当ですと言ってもこれは個人差がございます。知らない間に検査が終わっているという人や辛くて周りの人に嘆く方もいらっしゃいます。これはやってみないとまあわからないということです。そして内視鏡検査では検査を行う前に麻酔を実施するところとしない施設がございます。辛いと過去に感じた場合は麻酔の使用をお願いするというのも一つの方法かと思います。海外でも健康診断や人間ドックはあるのでしょうか？ありますけれども日本ほど普及はしておりません。これは国民性の違いと言っていいでしょう。1960年代ではアメリカで人間ドックがかなり普及いたしました。しかしその後はだんだんと縮小してきました。欧米人は自分の健康は自分で守るという考えが強い、人間ドックはあまり希望しないんですね。一方心配性の日本人は健康状態をチェックしたいという希望で人間ドックが普及しています。同じような民族での台湾、中国、韓国では人間ドックがそこそこ広がっているというのが実情でございます。今回は和田先生に検診についていろいろお伺いすることができました。検診にはいろいろな種類があって法定検診と法定外検診というものがあることも初めて知りました。ぜひ人間ドックも受けに行こうかなと思っています。和田先生今日はありがとうございました。ありがとうございました。当チャンネルでは視聴者様の健康づくりにお役立ちできるよう健康づくりセミナーをシリーズとして配信しています。よろしければチャンネル登録、高評価ボタンのクリックをお願いいたします。それでは皆様ごきげんよう。さようなら。